久保さんみんみなの銀行いいっすね僕、あとちょっとですよ。あと25人ぐらいですか。昨日かおとといね、5000ぐらい入ってまして。あともうちょっとですね。まあ動画もね、今日、あ、今日動画撮,り撮ったな。うん。昨日5000入ってたのかな。あと25人ぐらいか。はい、いけますね。もう、目前でございます。で、今回は、中国の哲学者、老師にしましょうか。 賢者は財産を与えない。人に与えれば与えるほど彼は、彼の財,財宝、財宝、あ、財宝ですね。賢者は財宝を与えない。人に与えれば与えるほど彼の財宝は豊かになると。財宝はそこに貯めておいても何の役にも立たない。人が使うことで経済が回ると。そしてうまく流れを作ることができれば、使うことで自分に戻ってくるようになるはずですと。なあ、まあ、与えるということですね。 うん、まあお金稼ぎたいんだったら何かを与えないと戻ってこないので、うん。何も与えずに。例えば、植物が育つ理由って何ですか与えてるからですよね。日光を与えている。雨を与えている。日光も与えません。雨も、あの、水も与えません。育ちます。育たないですよ。まあ人間もそうですよね。赤ちゃん生まれました。食料与えません。死にますよね。うん だから、与えるっていうのが、本当にすげえ大事だなと思いますね。で、この与えるっていうこの考え方が、これ中国の、このね、老子さんはいつだこれ。これ老子って相当古いと思うんですけど、だからその考え方ってのは昔からこう、すごいですよね。老子。西暦571年。なんだこれは。<laughs> 相当昔すぎてわかんないですね。うん。 相当昔の人っすね、老子。うん。西暦じゃないな、これ。な,なんとか紀元前。紀元前紀元前年。571じゃ紀元前ってどういう意味かわかんないですけど。うん。相当古いっすね。うん。老子。うん。そう。まあ、この時代からそういう思想、考え方があったっていうのはすごいっすよね。うん。 だからお金がなくても与えることはできるんですよ、別に。まあ今はその、まあ昔も別にお金がなくても、まあ知恵を絞れば与えることはできたと思うんですけど、より今は簡単になったって感じですね。ただ昔は知恵、あの、一部の知恵を絞れる人だけですけど、今は知恵を絞らなくても身近にあるじゃないですか。別に知恵を絞らなくてもスマホあるし。<laughs> スマホくね、iPhone 14発売されましたけど、誰かが知恵を絞って iPhone 14作ってくれてるんで <laughs>、誰かが知恵を絞ってね、インターネット、インフラ作ってくれたし、うん、まあ僕たちはそこに乗っかれますからね、うん、まああとは自分が何を与えられるのかっていうのは、そこはまあ考えないといけないですけど、でも、これからインターネット01でインフラを整える、インターネットの概念を考えていく、 うん、iPhone を発明していくかなりしんどいと思いますけどね <laughs> 僕はちょっと自信ないですね iPhone を01で作るとかインターネットの概念を01で作るっていう、うん、てすごいですよ本当に、うん、インターネットってなんかあの見えないじゃないですか電波って Wi-Fi ってみんな普通に使って Wi-Fi の電波どこだみたいな探してやってますけどあ電波で動画の動画 <laughs> だから電波を通して久保さんの動画見れるし、これ何なんだみたいなね <laughs>、よくわかんないですよね。うん。だから、魔法なんですよ。だから僕はあの、久保さんも使ってるかどうかわかんないですけど、まあ、僕は Mac 使ってるんで、Mac と iPhone って AirDrop っていうね、その、簡単にその、まあ、Wi-Fi というか Bluetooth、どっちかなんですけど、なんかそれで、あの、ファイルをね、ピンって瞬時にね、送れるんですよ。 iPhone にあるもの、iPhone にあるあのファイルを AirDrop でピッて押すだけで、ピッてパソコンに来るんですよ。<laughs> 昔はね、その USB でつなげなかったつなあの、配線でつなげないと、有線でつなげないといけなかったんだけど、しかも早いんですよね、AirDrop。AirDrop 超便利ですね。で、昔までは僕、有線で使う、あの動画とか iPhone の動画を有線でこうあのドラ、ドロップして移行してたんですけど、もう、もう有線使わなくなりましたね。 ヘアドロップ、超便利ですね。うん。めちゃくちゃ便利。神ですね、あれは。昔の人が見,見れば、なんか、もう本当に魔法使いでしょうね。そう。どだってここにあるものがこっちに来るわけですから、すごくないですかこっちにあるものが、ね、ものっていうかまあデジタルコンテンツなんだけど、デジタルデータなんだけど、それがこっちに来るんですよ。 うん、まあ今はみんな普通に使ってるんでそこになんかすごいと思わないかもしれないけどそれらをね僕たちは簡単に使えるのでありがたいなと思いますけどねうんだからな何かをその何すかねあの自分が経験してきたことだったりとかあの、まあ、今回も僕北海道いろいろ行きましたけど、まあ、そこで粋なでいろんな風景を撮影してきましたけど別に風景でもいいわけじゃないですか。 そこに、なんかまあ、ここに与えるという概念がないんだったらあれかもしれないですけど、今ここには来れない人がいると。死ぬまで一度も来れない人がここにはいるぞと。だそういう考えのもと、じゃあこの景色を多くの人に与えようみたいな。与えるというか、シェアする今。今風の言葉で言うならば、シェアしていくってことですね。うん、そう。だ今はシェ,シェアって感じですかね、今は。ギブ、ギブシェアみたいな。まあ、与えると一緒なんですけどね。 だ言葉がちょっと変わっただけであって。うん。だから、久保さんとかは僕もなんでその、この少ない再生数でも稼げるのかっていうと、単純に日々あ、なんか、なんかを与えてるんですよ。シェアしてるんですよ。なんかね。だからこれ、この億万長者合宿のビヨンドなんかは特にそうで、僕なんかあの、毎回調べてるんで、そんなに僕知名人知らないので、今回の老子も知らなかったんで、 で、僕がやってることは、検索エンジンで、まあ今、今だったらもう見つけたんですけど、あのけん、google の検索エンジンでお金スペース名言で調べたら、それをまとめてるサイトがあって、で、そこのまとめてるサイトに50銭みたいなのあるんですよ。お金や成功をぐっと引き寄せる名言50銭っていうサイトがあの、まとめてるページがあって、まあそこを読み上げてシェアしてるだけなんですけど、で、あとそこに僕の考え方とかね、こうでしょうって言ってるだけであって、 で昔はね、こんなね、数秒でここの情報に行きつけなかったと思うんで、だったら図書館行くとかね、わかんないですけど。今もう数秒でいっぱい出てきますからね。<laughs> でもそれを検索したことがない人にとっては知らないだろうし、その、なんだろうな、うん僕も老師は知らなかったですけど。うんそう、あの、なんだえー、っと、なんですかね、あの、あれですね。 うん、おの、おのれ、おのれを知れば、百戦錬磨危ななかす。これ、孫子の兵法か。孫子はね、結構有名ですからね。おのれを知れば、百戦錬磨危なならずっていう。そう、孫子の兵法か。これは結構有名ですけど、う,ん、そうありがたい世の中でございますよ。はい。いってらっしゃい。